皆さんおはようございます。マリです。今日は12月も17日、クリスマスまであと8日、イエイ。年の瀬も押し迫る、みんなの心もウキウキ、世の中せわしない時期ですが、私はコンスタントにしまぱと今日も行ってきます。だって土曜日だし。ということで本日はテラさんがコラボでいろいろ出してらっしゃるんですよね。その中で1点私狙ってるものあります。その1点というのがテラさんのコラボのアンサンブルになってるブルオーバートップスです。今まで島村さんいっぱい島パと通わせていただきましたが、アンサンブルって私まだ買ったことないんですよね。だからここね、リボンで結ぶハイネック、そしてちょっとボレロっぽいカーディガンのセットになっているものを狙います。そして大事なターゲットって言うと思うでしょ。今日はちょっと趣向を変えます。だってクリスマス近いんだもんっていうことで、ちょっとここからはクリスマス直前スペシャルということで、年の瀬もあるし、お正月もあるし、ちょっとその場で主役になれそうなお洋服がないかなっていうのを島村さんで探していきたいと思います。絶対あると思うんだ、あれだけお洋服があるから。なので何を買ってくるかはお楽しみです。ていうかそもそも1点目買えるかもまだわからないんですが、今年ラスト2回の島パト、そのうちの1回、本日行ってきます。ただいまです。さあ無事島パトから帰ってきました。今年ラスト2回の島パトのうちの1回、楽しくできました。ということで早速ですが、本日1点目のターゲットあった。こちらベージュのお色と茶色と2色展開でした。でまた例によって例のごとくお色がやっぱ明るい方がいいからベージュかってちょっと思ったんです。でまあこう鏡の前で着たら、なんか私が着ると似合わない事件がまた発生でですね、テラさんとお揃いのブラウンの方を買ってきました。こちらお名前の方が TRWHNPO プラスボレロセット、 M サイズ中茶色、お値段が税込み1969円になっています。お素材がですね、羽織の方がポリエステル 91%、 ポリウレタン 9%、 インナー内側に着るやつの方がポリエステル 91%、 ポリウレタン 9%、 同じじゃんっていう、まあそうですよね、同じお素材で重なっているのでそうでしょう。ということでこちらですね、初アンサンブルゲットです。これお得ですよね。あの下だけ着ても普通にタートルとして可愛く着れるし、逆にこれワンピの上に羽織として着るみたいな、そんな着方も別々に使うこともできるし、なんだろう、2点一緒に使うこともできるっていう一石二鳥なプルオーバーです。ではですね、こちら早速してご紹介したいと思います。さあこちら着れました。いかがでしょうか。なんかね、見た目以上にあったかいです。さすがこの時期の作られたものっていう感じで、今回 M サイズ買ったのが、あの手に取ってみた時にそれだけで結構丈が長かったので、 L だとちょっと長くなりすぎてバランス悪くなっちゃうかなと思った、私の判断大正解でした。お、出てないよね。そう、今ね手上げてもお腹出ないぐらいにちょうどいいですよね。このちょうどお尻の上にかかるぐらいの丈で、このボレロ風のカーディガン羽織っているので、ここの丈とこのインナーの丈との差が可愛いのかなと思います。そしてですね、ここ可愛くリボン結びでこの丸いカットになってるのもまたポイントかなと思います。お袖の方はですね、こっからここまで全部お袖部分になってるんです。ゴムが入ってキュッていう感じで、ちょっと太めですよね。で、あの近づくと分かるように細い縦リブが全体的に入っています。そしてこの縁取りの部分だけリブが横向いているという、そんなお作りです。でもちろんこうやって着るのがスタンダードなんですが、気になりますよね。羽織らなかったらどうなるか気になりますよね。ということでちょっと脱いでみましょう。こちらね、羽織としても十分可愛いんですが、インナーの方だけでも全然可愛い。
嬉しい可愛さ、ぴったりしすぎない感じかといってダブダブじゃなさすぎる、えガジャッダブダブになりすぎるわけでもないっていう程よいゆとり感がすごくいいかなと思います。そしてね、お袖の丈感も M サイズでこれだけあれば結構作りが大きめかもしれないですね。あの裾もここまでありますし、私が着て見てわかると思うんですけど、裾の部分、お袖の部分、首元の部分、全部このフリフリフリってなってるフリフリ可愛い加工になっています。女の子のこれでアップ間違いなし。こちらのね、羽織の方も羽織ってあげるとやっぱりまた可愛さが変わってくる。さすがにリボン結んでないとなんかだらしないので、これは結んだ方がいいですね。前開けて着るはなしかな。ちなみに皆さん、お洋服のリボン結びって苦戦したことないですか？私コツ知ってるんですけど、ちょっと聞いときます。こうやってまずキュッと肩結び状態の1個目作るじゃないですか。この後がポイントなんですよ。この時に下に来てる方で輪っかを作ってあげて、上に来てる方からこう回していってリボンにしてあげると、キュッと可愛く、あのあっち向いたりこっち向いたりしないリボン結びができるっていう、知ってた豆知識でした。遠い昔一瞬アパレルで働いてたことあるかもみたいな、その時に徹底的に教え込まれました。唯一その後も使える知識かなと思います。そんな一着目でした。さあ、こっからはですね、クリスマススペシャルといったように派手物を探し回りました。その結果、絶対になんだろう、パーティーとかで主役級になれる可愛いボトムスをまず発見しましたので、そちらをご紹介したいと思います。もちろんね、あのパーティーだし、お正月だし、赤と白でもう紅白とかないかな、サンタさんみたいな色合いないかなとか探したんですけど、まずは白発見、ドーンみたいな感じで白いスカート見つけました。ふくれ花柄フレア SK88、 濃い白色 M サイズ、表地ポリエステル 100%、 裏地ポリエステル 100% と裏地付きのスカートになっています。この形がまず可愛い。ロング丈で生地を贅沢に使った超フレアでね、これでこうデコボコしてるので、普通に正方形のデコボコとかあるじゃないですか。今私が商品名言った時に膨れ花柄っていうのを引き取れました。近くで見てください、これちょっと感動だったんですけど、お花がいっぱい咲いてる。すごくないですかこれ。全部お花なんですよ、このポコポコ感がね。ポコポコ素材のトップスとかちょっと買ってみたこともあるけど、あの時は四角だったんですが、ポコポコがお花はレア。しかもお花ってなんかめでたいと思って、こちら迷わずカゴにインでした。白って結構目を引く色だし、注目の的になれると思います。では早速こちら試着してみます。発見ました。いかがでしょうか。見えます、見えます、こんなですよ、こんなこんなで、もうこれでコーディネートできちゃいましたね。ワンコーデできちゃった。そしてですね、履いた感じ裏地があるから白でも安心。パンツ見えないですよね、見てたら爆笑ですけど、あの丈が長いので風が直接当たる部分は少ないので、裾ふわっとしてる割にはあったかさも保温力もそこそこあるんじゃないかと、スカートにしては思いますよ。そしてウエスト部分こうしてると見えないのでちょっとインしますが、ウエスト部分前のところはこうまっすぐ平たくなってるんですが、後ろが超嬉しいゴム仕様、これ間違いなしですよね。クリスマスディナーどうぞ召し上がれ的仕様になっております。うん、いい。なんだろう、トップスに何を持ってくるかですごいフォーマルからカジュアルまでいけちゃうんじゃないかなと思います。そんな一着をクリスマス仕様としてシマパトで発見しました。そしてさあ、なんかめでたいものもう一個ぐらいないかなと巡りました。これで赤ニットとかあったら絶対サンタさんって言って着てやろうって思ったんですが、残念ながら赤ニットなかったです。そこで私が見つけた3点目はこちらになります。赤がないならキラキラしようということで、
金ピカラメラメのニットです。ラメツイード PO M サイズ濃い白色、税込1969円。お素材の方がアクリル 80% ポリエステル 20% になっています。金のラメがこうふんだんに編み込まれているんですよ。だから売り場でもやっぱり目を引いて、お、派手でいいと思って手に取りました。普段ね、ちょっとこうあんまり派手なの気が引けるわっていう人も入りやすいレベルのきらびやかさ、華やかさじゃないかなと思います。あの冬場ってこれ1枚で出歩くことって少なくて、コートの中から、コートの隙間からキラッとしたのが少し覗くとか、そういう着方だったら全然引け目なく、派手が苦手な方でも派手すぎず、ちょっとおしゃれ感があるぐらいでいいんじゃないかなと思います。全体的にベージュっぽく見えるけど濃い白色なんですよね。金が入ってるせいかちょっとベージュっぽくも見えますが、こちらもちょっと試着してみたいと思います。着れました。勇気のある白オン白、なかなかこういう白と白の組み合わせって結構勇気があるのはわかるんですが、なりましたね。なんとかなってます。で、着た感じすごく軽いです。そしてこのなんだろうな、編み目がちょっとゆるゆる編みなので、ちょっと間から隙間から入らないかは心配ですが、まあこれ1枚で出歩く人少ないと思うし、大抵ね、下に心強いあったかインナーを皆さんお召しになる季節ですので問題ないでしょう。大体そういう人がいっぱい集まる場はあったかいので、これぐらいの薄さがちょうどいいかもしれないですね。そして首周りも特にあのハイネックになってるとか、ちょっと上がってるとかなく、すっきり首元すっきりになっています。そしてお袖の長さはさっきのよりも短めですね。手首よりちょっと長いぐらいなもので、ちょっと大人な感じになるのかな。おひんな大人なんで片言で、後ろから見るとこんな感じになっています。丈感もさっきのとほぼ一緒ぐらいですね。お尻の真ん中ぐらいかなになります。で、シルエットとしても今年流行りのビッグシルエットとかそういうものとは違って、いわゆるスタンダードなニットぐらいの袖の太さかなと思うので、アウターもどんなものでも持ってこれそうな感じがします。で、白いのでこれ白白で合わせてますけれども、色と色に合わせられるっていうのがやっぱいいですよね。下にカラフルなものもでくると華やかになるし、モノトーンコーデにしてちょっと落ち着きを持たせるのもありで、そんな中でこの金がちょっとピカピカしてるとおしゃれ度がアップみたいな感じで、本日はこんな感じでクリスマスにもいけそうなものも見つけてみました。それではですね、本日買ったテラさんのアンサンブルのセットのプルオーバーと、膨れ花柄フレアスカート、金ラメラメピカピカプルオーバーを使ってコーディネートを少し作ってみたいと思います。それでは最後まで楽しんでいってください。Shows, yeah. Show me your weird and your nerdy sides, and I'll show you mine. When things get crazy, or all is carefree. Best 今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございましたね。ダンボちゃんもクリスマスに向けておしゃれしています。もしこの動画を見て楽しいな、面白いな、へーぽーって思うところがあった方、ぜひぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今年も残すところラスト2週間ですが、まだ行きます。まだ来週も暇ほど頑張りますんで、今年いっぱい、そして来年もお付き合いください。それでは今日はありがとうございました。